ふるさとものの番組でちょうど山形県と秋田県のこの境にありますね、小さい村へ行ったことがあるんですよね。でまあ一応のこのロケの方は終わったんですよ。あとはこの山の上からですね、俯瞰でね、いかにその村が小さいかというのを撮ろうというんで山へ上がってったんですね。でカメラさんとかね、そういう機材関係の人、ディレクターはロケバスだったんですよ。私はうちのスタッフと一緒にハイヤーだったんですよね。でもう私出番ありませんから、と運転手さんが、稲川さんどうします、ちょっと上でも行ってすいますってから、それもいいさねって車乗ったんですよ。で3人でダーッと上がってった。この辺でっていうのは、いやもうちょっと行ってみようか、もうちょっとで上の方へ上がってった。車を止めてね、ふっと一息入れると、うちのスタッフが、すいませんけど証言してもいいですかねって言ったら、いいんじゃないのと言ったんですよ。だ運転手さんも、私もよろしいでしょうかと、ああどうぞどうぞ、2人降りてっちゃった。で2人が行ったんで、1人だけ車の中で待ってるのもなんだかつまんないから、私に出てったんですよ。と同時に私もじゃあちょっと用でも足そうかなと思った。結果的に3人とも用足す話になっちゃったんですね。そこでやったっていいんですよ、男だからね、山の中だし。それなんとなく私ね、ちょっと見るとそこに小高い丘があったんで上がってったんですよね。たら2人ついてくんですよ、別にどこだっていいんですよ。で用足そうかなと思う、なんか落ち着かない。でまた少し先行くと、今度はその運転手さんがね、稲川さんなんだか落ち着かないですよねって言うんですよ。だから落ち着かないね、じゃあもうちょっとってんで、もうちょっと行ったんです。もうそれ以上行けないんですよね。こう雑草のね、背丈の高いやつはザーッと生えてましてね、向こうはこう原生林なんですよ。で背中を向けて3人で持って用足してましたらば、運転手さんが、稲川さんあれなんでしょうねって言うんですよ。ひょいっと見るとね、向こうの雑木なんですが、そこにこうロープが張ってあるんですよ。どう見たって松竹山ではないし、なんであんなロープ張ってあるんだろうと思って、そうね、不思議だわね、あんなロープねって言ったら、ですよねって言いながら用足し終わったんですよ。運転手さんが帰っていく、うちのスタッフが帰っていく、で私も終わったんで帰ろうと思ったんですが、それは不思議なんですよね。それも帰りゃいいものを、何だか知らないけど、その雑木林の方のロープを眺めてね、全く真後ろへ5、6歩下がったんですよ。こうスポーンとね、膝のあたりまで背中が潜っちゃったんですよ。落ちちゃったんだな、ズバーッと、ブワーッと思って、目の前は草だらけですよね。大丈夫ですか、どうしました、二人がかけてきたんで、いやいや おかしいんだよ、なんだしないけどさ、足はまっちゃったよって。いや土のはまっちゃってんだよ、悪いけど上げてくれる。で二人にこう手で持ってなって、いよっと上がったんだよ、上がらない、いよっ、どうしたんですかと、いやおかしいよ、なんだか知らないけど俺足引っ張られてるよ、だったらやめてくださいよと、いやいや本当なんだよ、誰か引っ張ってんだよ、上がんないんだよ、私も嫌な感じだったんで、ズボン汚れちゃうと何かの時差し替えますからね、まあ一応気を使って、よっこらってもゆっくりとずーっと上げてったんですよ。何かがぐーっと引っ張ってるんですよ、私の足を。嫌だな嫌だなと思いながらぐぐぐっと上がったらね、そうじゃないですよ、私の足のここのところ、足首ですよね、細い黒いベルトが引っかかってるんですよ。えっ、原生林ですよ、雑木ですよ、それで雑草が生えてる、そこでなんだこれと思ったんですよ。二人ともびっくりする。だからもう一回ゆっと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 上げたら、それ違うんですよね、大きな黒いバッグ出てきましてね、その要するに持つ分、腕にかける分ですかね、それなんですよね。チャックが少し開いてる、中見えるんだ、書類のようなものが中入ってるんですよね。これなんだいって言ったら、運転手さんが、稲川さんちょっと待ってください言って、はい、ってね、無線で持って連絡取ってるわけですよ。そこでちょうどこうロケ車が来たわけだ、ずーっと上がって、た運転手さんが、いや今おかしいんですよ、稲川さんがね、これこれこういうわけで説明したんですよね。と観光課の方が飛んできましてね、稲川さんすいませんちょっと待ってください。で今度彼が警察へ連絡入れたんですよ。で私待ってましたよ、で警察来ましたよ、でそれ渡したわけなんだな。我々はそのまま次のところへ行ったわけなんだけども、連絡が入ったんですよね。実は私それ踏んづぶしたのね、死体だったんですよ。あのロープってありましたよね、あれは殺されたその死体がそこにあるっていうんでロープ張ったんですが、実はそのロープの中ではなくて、ロープから離れた、私は踏んづぶしたそこに死体があったそうですよ。ですからこう穴を掘って死体埋めますよね、気がついたらバッグがあったんです、またポーンとバッグを乗っけて土をかぶした。時間が経って雑草が生えたわけですよね。ところが骨の方はっていうと中が空洞になってたわけですよ、地面が空洞だった。そこへ私が行ってズバッと踏んづぶしちゃったと、こういうわけなんですよね。まあ、警察が言ってましたけどね、もしもあの時稲川さんが発見しなければ、ずっとあの死体は発見されないままで終わったろうなって言うんですよ。偶然というにはあまりにも不思議ですよね、なぜそこまで行ったのか、でなぜそこでもってまっすぐ後ろに不自然にバックをしたのかわからない。これは偶然というよりも呼ばれたしか
思いませんよね。